最上部にメロディーが来る。で、最低部にベースが来る。で、これはいつ来るのかというと、基本的にはコードチェンジをしたところっていうことになりますね。そうするとちょっとこのベースを赤文字で書いてみますとね、ここでこのメロディーを弾いたタイミングでベースを弾かなければならないわけだから、 Am のルート5弦の0フレットをここでメロディーと同時に弾くということになりましたよね。そして残ったタイミングがありますよね。こういうところ、こういうところに使っていない弦で伴奏をちょこっと入れたいなと。ここの後半のところ、ちょっと寂しかったですよね。これだと今何をやったかっていうと、それぞれの発音のタイミングにね、伴奏の音を当てがってみたんですよ。このタイミング、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 後半の小節にコードの音をこういうふうにばらけて、で最後はメロディーだけになりました。そこだけ弾いてみますとね、1弦の3フレットの時に4弦の2フレットで、もう一回3フレットの時に3弦の開放弦で、音が伸びてる時に2弦の2フレット、最後はメロディーだけ。その小節の最初から弾いてみると、っていう感じで、やっぱりその賑やかな感じになりましたよね。ちょっとやっぱりね、アレンジってね、流れで聴いてこないと印象が違うので、もう一回ここから弾いてみますね。どうでしょうか。で次に E に対して6弦の4フレットが要求される。でこれもね、すごい対応するんで、すごく使うので、これはもうできるように練習した方がいいです。だけど苦しいって言うんだったら、ここを抜いてください。でなおかつここも抜いちゃってもいいです。だからこことここだけ押さえられてれば、なんとかね、5弦使わないということで、で人差し指の根元を、これで見えるかな、というテクニックを使ってここを弾いて、そしたら人差し指、薬指、中指の外、この外略をこのまま持ってきて、とかってちょっとやってみたいなと思いました。でここはコードを同時にちょっとこう弾いて厚みを増している。でここのメロディーを3フレットの制覇ポジションで取ってきたので、私はこういう風にしてみました。こう来て、あ、タブが間違ってる、ごめんなさい、コードですからね、失礼しました。こうですよね。それなんで、あの本来のエンディングだったんですね。
で最後の Am のコードは5フレットの制覇する、これがいいです。